奴が修行したという重力をコントロールできるトレーニングルーム、あれさえあれば。あんなものを作れるのはあの女の親父だけだ。どこにやがる。あの女の親父はどこだ。そこか。ここにいたか。なんじゃ、何か用かね。前に頼んでいたトレーニングルームの件はどうなっている。大体の組み立ては終わっているんだが、あと少し材料が足りなくてな。材料だと。そりゃあお前さんのパワーに耐えられるものなんだぞ。生半可な強度で作るわけにはいくまい。回りくどい話はやめろ。必要な材料を持ってくれば作れるんだろうな。まあそういうことだよ。集めてきてほしいのはね。と、必要なものは以上だね。ちっ、それを集めりゃいいんだな。見てろよカカロット。地球人の町ではまともな方か。おい、ヤリックホー！
おい、好きにするがいい。天才かどうかは知らんが、一番すごいのはママだな。今のありさまは俺にとって何よりの屈辱だ。強くなるなら何だってやってやる。スーパーサイヤ人になるだけじゃないぞカカロット。俺は貴様以上の強さを持った最強のスーパーサイヤ人になる。これか。ザコどもだ。
悪くないリンゴだ。よっ、ふん。よっ、ふん。月が回ってきたようだぜ。ほう、パワーが湧き出してくる。月が回ってきたようだぜ。これなら食ってやってもいいな。おお、悪くないリンゴだ。この星の原住民か。いいもん拾ってんじゃねえか。命が惜しけりゃそいつを渡してもらおうか。なんだ貴様らは、フリーザ軍の残党か。お前ベジータか。なんでこんなところに。そうか、お前もフリーザ軍が滅んで金目のものを奪いにこんな星まで来たんだな。だがこの星は俺が先に目をつけたんだ。分け前は渡さねえぞ。バカか、俺は今機嫌が悪いんだ。消えやがれ。ヤリック砲。ヤリック砲。
この俺がカカロットの野郎を倒すまでは何でも利用してやる。無駄な時間を使わせやがって。取ってきたぞ。これで文句はないだろう。材料さえあれば大して時間はかからんから、ちょっと待ってなさい。さあできたぞ。カカロットのやつは100倍の重力で修行をした。ならば俺は300倍の重力で修行してやる。作ったわしが言うのもなんだが、むちゃくちゃだぞ。ベジータ君の体重が60キロだとしたら18トンにもなるんだぞい。たかがやつの3倍だ。俺にできないはずがない。ベジータのやつ300倍の重力でトレーニングするなんて言ってたらしいけど、何考えてんのかしら。ベジータ、何してんのよ。黙れ。俺のことは放っておけ。あ、そう。じゃあ好きにすれば。なぜだ。なぜ俺は奴に勝てない。俺はサイヤ人の王子なんだぞ。まったく、バカな奴なんだから。呆れた。あんたずっと修行続けてたの。その様子じゃまだまだお先真っ暗といったところみたいね。いっそ孫君に聞いてみたら、スーパーサイヤ人になる方法を。そんなことをするくらいなら死んだ方がマシだ。じゃあ死んでみる。なんだと。トレーニング用のシミュレーターにあんた向きの相手を用意しておいたわ。勝てるかしらね。ふざけるなよ女。俺を誰だと思って嫌がる。サイヤ人の王子ベジータ様なんでしょ。決まりね。健闘を祈ってるわ。あとあんたもブルマっていう私の名前くらいいい加減覚えなさいよ。私を誰だと思ってんの。くっ、あの女。
ここはカカロットと戦った荒野か。ということは、な、何？相手はカカロットでなく俺だと？喜ぶがいい。貴様のような出来損ないが超エリートに遊んでもらえるんだからな。あの女、ふざけやがって。努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。これは越える。カカロット、そしてこのムカつく俺を。今のが限界だとしたら、とんだ期待外れだぜ。これに限界だろ。絶対だ。それとももう使い果たしたか。見せてやるぜ。俺はまだ力を出し切ってなどいない。はっ、やりっこほう。この俺が見せてやろうか。超エリートの圧倒的パワー。どうした、こんな程度じゃないだろう。許さん、絶対に許さんぞ。許せるのはこんなところでくすぶっている俺自身だ。やりっこほう。俺は俺を超える。カカロットを追いかけるだけの俺などぶっ倒してな。あら、物足りなかったみたいね。貴様、ムカつく門を作りやがって。冗談よ。いやね、もっとだ。え、お前が言った通り物足りんと言っている。もっと強い相手を用意しろ。ちょっと何を偉そうに。俺が強くなって3年後に人造人間どもをぶっ倒してやる。それで文句はなかろう、ブルマ。分かったわよ。もう、あら、今私初めてブルマって名前で呼ばれたんじゃない。俺はカカロットを超えるぞ。見ていろ、カカロット、俺がナンバーワンだ。今帰ったぞ、父。ただいま。いや、今日もいい汗かいたな。悟空さん、ちょっとええだか。どうした父、俺腹減っちまって。
腹が減っちまってじゃねえだ。オラは腹が立ってるだ。たまには隣山のご主人さん見習って車で買い物にぐらい連れてってけろ。だってうちにはそんな車もねえし、太一オラ免許なんて持ってねえぞ。だったら免許取りに行けばいいだ。今時免許の一つも持ってねえのは悟空さくらいのもんだ。ピッコロも持ってねえぞ。俺がそんなもの持つか。だったら二人で教習所に通うだ。これも一般常識の修行のうちだ。二人とも修行好きだし当然断れないべ。なぜ俺まで。こんなでけえ町だと迷っちまいそうだ。次の日。はい、それでは教習を始めましょうね。こうなってしまった以上仕方がない。孫悟空、たとえ車の運転だろうが貴様には負けんぞ。よし、わかった。これも修行だ。オラも本気でやってみっか。そんなに気合を入れなくてもいいんですけど。大丈夫かのう。安全運転で頼むよ。さて、行ってやってみっか。よし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。これなら行けんじゃねえか。もうちょっと早く行けそうだな。こいつは気持ちいいや。全運転で頼むぞ。こいつは気持ちいいや。ヒヤホー。これならいけんじゃねえか。全運転で頼むぞ。こいつは気持ちいいや。ヒヤホー。わわわ。安全運転で頼むぞ。よし、いい感じだ。わわわわ。こいつは気持ちいいや。ヒヤホー。こいつは気持ちいいや。安全運転で頼むぞ。わわわ。こいつは気持ちいいや。よし、いい感じだ。安全運転でいいんじゃよ。わわわ。もうちょっと早く行けそうだな。俺なら行けんじゃねえか。へへん、どんなもんで。オラの勝ちだな、ピッコロ。なんですかこの二人は。もう一度勝負だ、ソン。ちょっと待ってください。免許は勝負じゃありません。安全に車を運転するためのものです。そんなことはどうでもいい。俺はソンに負けたことが気に食わんのだ。へへ、オラもようやく慣れてきたとこだ。ピッコ
クロ、次はお手芸本気の勝負だな。なんじゃと。望むところだ。なんですか。行くぞ、ソン。はい、クロ。うわだぞ、父。悟空さん、どうだっただ。へへん、そりゃもうバッチリピッコロに勝ったぞ。ち、勝ったよ、よくわからねえが、それじゃあ免許は悟空さんが取れたのけ。それがさ、なんだかよくわかんねえんだけどさ、先生がオラたちの運転にビビっちまったみてえでよ、免許はやるからもう来ないでくださいってさ。ふん、それって半分投げ出されたんじゃ。まあとにかく免許は取れただな。おう、よかっただ。これであとは車を買えば念願の家族ドライブが。でもさ、オラたち車とかいろいろぶっ壊しちまったから後からお金払ってもらうって言ってたぞ。え、ほらお金のことよくわかんねえからさ、後のことはよろしくな、父。なよし、そんじゃオラたちは修行に戻っか。なあ、お母さん。おい父、大丈夫か。いろいろあったけんど、悟空さんもやっと免許を取れたし、あとは車が欲しいだな、悟空さん。そんなこと言ってもよ、うちにそんな金あるんか。悟空さんが免許さ取るとき、いろいろぶっ壊しちまったから、その弁償で車買うための金がなくなっちまったんだべ。だから悟空さん、働いて車を買ってけれ。そっか。わりわり。だったらよ、機械のことだし、ブルマに相談してみっか。そりゃいいべ、ブルマさんならいい案を教えてくれるかもしんねえな。じゃあおら、ちょっとブルマんとこ行ってくっからな。頼んだべ、悟空さん。あら、ソン君、どうしたの。あのさ、悪いんだけど、ちょっと相談に乗ってくれねえかな。あら、いいわよ。相談って何。ほら、父に言われて車の免許を取ったんだけどさ、今度は父のやつ車欲しがってんだ。なんとかなんねえかな、車。へえ、ソン君が免許ね。まあ車くらいならなんとかならなくもないわよ。本当か。でもソン君の運転って乱暴そうだし、普通の車じゃすぐに壊しちゃいそうよね。もしソン君が材料を集めて持ってきてくれるなら、私がとびきり頑丈な車を作ってあげるけど。材料って何集めてくればいいんだ。そうね、必要なものはリストアップしてあげるわ。それを見たらわかるから。あとついでだから、作った車のメンテナンスや改造も私がやってあげるわ。そっか、悪いなブルマ。いいわよ、これくらい。父さんによろしくね。
ます。帰ったぞ、父。あ、悟空さん、車はどうだったべ。材料集めたらブルマが作ってくれるってよ。ほんとけ、よかっただ。じゃあできるだけ早く材料集めてけれ、悟空さん。きっと材料集めも修行になるだよ。修行になるかわかんねえが、一応集めてみっか。よし、今日はどうすっかな。お父さん、お母さんが呼んでるよ。父が？わかった。ピクロ、また悪いけど、おめえは先行ってご飯と修行しててくれにか。ふん、いいだろう。悟空さん、今無天老師様から連絡があっただよ。カメハウスにランチさんが来てるんだと。へえ、懐かしいな。それで、なんだって？よくわからねえだが、何か用事があるみてえだよ、悟空さんに。ほら、修行があるんだけど。無天老師様に失礼があっちゃなんねえだ。話を聞くだけ聞いてやればいいべ。そうだな。じゃあほら、じっちゃんとこ行ってくっかさ。気ぃつけてな。ま、とにかく行ってみっか。
へへへへ、おい、じっちゃん、オラに何の用事だろう。ヒヒヒ。よし。うまそうな魚だな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 。はっ！やっ！よし！うまそうな魚だな。ほら、早く修行してんだけど。
速行ってみっか。よし。どんなもんで。うまそうな魚だな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。いいもん手に入ったな。うまそうなもん見っけ。はよっ。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。ワクワクすんぞ。はっよっ。使命か。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。